ルール自体がね、まだ未熟なところもありますけども、現状ルールはこうやって決まっているんで、ここにはね、ちょっと従うべきだった。はい、お疲れ様です。11月14日、本日のカープ KT です。今回もご視聴ありがとうございます。本日の動画は、このように非常に内容盛りだくさんとなっておりますので、駆け足で進めていきたいと思います。まあ、普段からこちらの動画は駆け足となっておりますので、普段以上のパフォーマンスを出していきますように、自分も頑張っていきますので、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。はい、というわけでこちらのチャンネルは、イラストシルダー広島カープ応援チャンネルとなっておりますので、カープファンの方、そしてプロ野球ファンの方、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。オフシーズンの間も、しっかりね、カープの応援していきたいと思いますので、ぜひこちらのチャンネルの応援もよろしくお願いいたします。はい、というわけで早速本題の方入っていきたいと思います。まず最初は、フレッシュな話題からいきたいと思います。ドラフト2位の、都市商業の内田君と、仮契約を結んだという記事になっております。はい、まあ金額の方はちょっとどうでもいいんですけども、背番号ですね、63番を与えるということで、こちらカープ憎いですね。今年まで西川選手が背負っていた番号となりますけどね、そのまま出世番号ということで、ドラフト2位の内田さんに対するね、この期待の表れといいますかね、非常に頑張ってほしいなというふうに思います。まあ過去はですね、丸さんであって、田中康介さんであって、西川選手と繋いできた番号なので、まあこれはね、活躍すること間違いなしだというふうに思いますね。まあこれまで左バッターがついていきましたんで、右バッターの内田さんがつけるということで、まあ新たなね、63番のイメージができてくるのかなと。いうふうに思いますので、内田さんぜひね、頑張っていってほしいなというふうに思います。まあ、とはいえね、高卒のルーキーになりますんで、まあ、1年、2年はしっかり体作って、プロの生活、プロの野球に慣れて、3年目、4年目からね、一戦でできてくれるといいかなというふうに思います。それまではですね、まあ、先日獲得しました、デビッドソンであったり、林さん、そしてそれから、昨日支配下に登録されました、二松さんですね、あたりが繋いでくれると思いますんで、まあ、そこはね、競争になってきますけども、しっかり、2年、3年は、体を鍛えて頑張ってほしいなというふうに思います。はい、では次の記事いきたいと思います。新井監督が、ようやく合流いたしました。はい、ちょっと遅い感じもしたんですけど、まあメディアとのね、契約の関係もありますんで仕方ないとは思うんですけども、まああのキャンプ入りまして、第一クール、まあ最初はね、こう選手モチベーションガッとありまして、で第一クール終わるぐらいにね、ちょっと緩やかになってくるかなというところで、第二クールに入ったところで、新井さんが来て、また選手のモチベーションがバッと上がるということで、タイミングとしてはね、非常に面白いところかなというふうに思います。はい、そしてね、どんな格好で現れるのかなというのもちょっと気にしてはいたんですけども、まあ、まさかのね、黒ジャージ上下ということで、まあユニフォームのお披露目はね、春キャンプの方がちょっと目立つ記事になりやすいんで、まあそこまでね、お預けではいいと思うんですけども、まあ、まさかのね、黒ジャージで来るということになってまして、まあ車もちょっとね、可愛らしい車だったんで、まああの、コテコテのアルファードとかで来るのかなと思ったんですけども、はい、まあそんなことはね、どうでもいいんですけども、まあ明日以降はまたユニフォーム着るのかな。でちょっと正式なユニフォームではなくて、なんていうんですか、シャカシャカと言いますかね、そういう感じで現れるのかなというふうに思っております。はい、そして若手中心の選手に挨拶ということで、言った言葉が、まず言いたいことが2つということで、まずはみんなが思っているよりも私自身は期待しているよということで葉っぱをかけていました。なのでひょっとしたらね、自分では想定してない場面、緊迫した場面で、登板だったりね、打席だったり守備だったりね、あるかもしれないから、しっかり準備しとけよというようなメッセージだと思います。そして、もう一つは、好き嫌いで起用しない、もうなんでかといったら、みんな好きだから、嫌いな選手なんかいないから、好き嫌いでは、采配行わないよと、選手起用は行わないよというメッセージを残しました。はい、まあ、こちらはですね、監督就任会見の時に、まあ、フラットの 目で見るといったところをね、伏線をしっかり回収しているのかなということで、まあ、みんな家族だということを言ってくれました。まあ、とはいえですね、やっぱりね、シーズン始まってきますと、ゲームの方が始まってきますと、時にはね、厳しい采配をしなければいけない時もね、現れると思うんで、まあ、そういう時に大事になってくるのは、コミュニケーションをね、しっかりとって、なぜ君を二軍に落とすのか、なぜあの時、交代させたのかといったところをね、しっかりコミュニケーションを取ってくれれば、選手とね、信頼関係を崩さずに、いい感じでね、チームが盛り上がっていくと思いますんでね、まあ、当然ね、下から上げなきゃいけない時はね、誰かを落とさないといけないということなので、まあ、新井監督ならしっかりやってくれると思います。今日もいろんな選手にね、声かけてる姿というのもね、映像で残っていましたんで、しっかりやっていってほしいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。で、このキャンプではね、4試合の紅白戦、今日含めて4試合の紅白戦を用意しているということで、まあ、初めて見る選手もね、結構いるということなので、まあ、実戦形式を通して、選手のね、能力を測っていこうという気持ちだと思います。はい、その中で今日の紅白戦でアピール成功したのが、森投手ということで、昨日の動画で、課題を持ってね、
外打ちのね制球力をしっかりつけて、投げていきたいということを言ってたんですけども、まあ打たれても結果は気にせずに、その課題に対して自分はねアプローチしていくんだというふうに意気込んでいたんですけども、まあ完璧内容ということで3回、完全投球ということでね、特に初回は3者連続から、スタートしたということで、もう完全にねこれ新井監督のね、頭にね、森投手ローテーション入ってきたと思いますんで、このままね、しっかり秋キャンプをね充実したものにして、春、キャンプそしてオープン戦アピールして開幕ローテ掴んでほしいなというふうに思います。その他宇草選手だったり、あと矢野選手もね名前出ておりましたんで、田村選手も本日唯一の打点ということなので、皆さん若手がねアピールしてくれてるんで、非常にね頼もしいなというふうに思います。はい、次いきます。その中、こちらちょっと昨日の記事になってしまうんですけども、矢崎投手が、契約更改を行いまして、なんと4倍の2800万円で、公開したということで、まあ、使い道どうですかというね、また記者のね野暮な質問があったんですけども、まあ自分の体やモチベーションが上がるものに投資したいと、この投資っていう言葉がね、まあ、今時の言葉かなというふうに思います。はい、さすが慶応ボーイですね。自己投資をするということで、来年にね向けてつながる、自分へのご褒美であったり、体のねメンテだったりね、する、使い方をするということなので、矢崎投手来年も期待しております。でそこはですね本人も十分、理解しておりまして、優勝するチームで勝ちパターンをするとなったら、まだまだ自分の力では足りないだろうということで、どんどんレベルアップしていくというふうに意気込んでおりますので、来年も矢崎投手期待しております。まあ、9回は、ね、栗林投手いますので間違いなく8回を任されること、最初は、ね、任されると思いますので、1年間、ね、その8回を譲ることなく、今年はですねもう8回が決まらなくてね、春先調子がいいとはいえ苦労しましたんで、来年はねもう4月5月から8回がねバシッと決まれば、今年のようにね悔しい思いはせずに済むと思いますんで、その第一候補にいます矢崎投手よろしくお願いいたします。はい、では次いきます。次ちょっとね残念なニュースになりまして、阿部選手が現役引退を決断したということで、まあ残念とは言いつつ本人がね、やりきった悔いはないというふうにおっしゃっておりますんでね、ここはもう温かい気持ちでね本当にありがとうございました、お疲れ様でしたというふうに言いたいと思います。まあこの記事見てみますと独立リーグからのねオファーは当然あったということなんですけども、まあ家族もありますしこれからの生活を考えた上ではね、独立リーグでプレーするよりも他の道をね、模索した方がいいということなので、こういった決断になったということになっております。はい、まあ、野球に携わりたいということなので、どっかでね、まあ、カープのため、プロ野球のため、野球のためにね、何かしらやってくれると、嬉しいなというふうに思いますので、阿部選手、本当にね、現役生活お疲れ様でした。はい、その阿部選手と同級生の菊池選手ありましたね、10年連続10度目の、ゴールデングラブということで、まあ、カープで言いますと山本浩二さんに並ぶ記録ということなんでね、まあ、プロ野球記録でいきますと12年連続の福本さんかなになっております。まあ、ただね外野手での、記録なのでセカンドで、ね、10年連続というのはもうぶっちぎりとなっておりますので、まあ、どうせならねセカンドでプロ野球記録を、ね、作ってしまおうじゃないかということで、あと2年、とりあえず3年4年、頑張ってほしいなというふうに思います。はい、でセカンドでいきますと山田哲人選手だったり吉川選手がね他に候補で上がっていますし、 UGR ですかね、守備の指標を出す、数字なんですけども、そこでいけばね、菊池選手には劣っているというようなね、記事も出ていたんですけど、まあそのねちょっと指標というのがねまだちょっと成熟しきったものではないかなというふうに個人的には思っていまして、プレーを見ていましても、まあ、菊池選手はね1年間通して自分は見ていたんですけども、吉川選手かね山田哲人選手はまあ対戦の時だったり、それ以外はたまにしか見てないんですけども、やっぱり見ていますと打球の入り方だったり、スローイングのね正確さであったり、もう最終的にはね肩の強さというのを見比べますと、やっぱりまだね菊池選手を勝る二塁手はいないのかなというふうに思っておりますんで、来年もねぜひ取ってほしいなというふうに思います。はい、菊池選手おめでとうございます。はい、一方で、初受賞、カープからね初受賞の方も出ておりまして、森下選手、おめでとうございます。フィールディングがね非常にいい森下投手、自分もバンテリンドームに行った時なんですけども、まあ、結果としてね、コリジョンが適用されてしまってセーフとなってしまったんですけども、土田選手だったかなのスクイズに対して、もうダイビンググラブトスみたいな感じでね、ホームを一時はアウトにするというようなプレーを見せてくれました。でフィールディング非常にねいいんでね、受賞してもらってよかったと思います。で、まあ、ゴールデングラブでいきますと、まあ、最多勝だった
ったり最多勝率だったりね、防御率のタイトル取った選手が選出されやすいイメージなんですけども、まあ、ここはね冷静な目で、選んでいただいて非常に良かったかなというふうに思います。まあセリーグでいきますと青柳投手がねその辺の投手のタイトルというのは取っておりますんで、まあ、青柳投手はねちょっとイップスありましてファーストでねワンバン送球したりと、まあ、本人の中でね工夫して、絶対暴投しない方法でやっているんですけども、まあ、そういった形でねちょっと苦手な部分もあるということなので、ちょっとイメージが悪かったのかなということで、森下投手が受賞となりました。本当にね、前健さん以来のチームとしては7年ぶりですねピッチャーで取るのはとなっておりますんで、ぜひね来年も、ここはね投手のタイトル取りながらゴールデングローブもね、取ってほしいなというふうに思います。森下投手おめでとうございます。来年も引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけでカープの記事は以上になりまして、最後ですねエスコンについて、続報出てきました。まあいろいろね記事見ていきますとザラザラザラーっと、言い訳のような釈明のような、まあ、経緯説明のようなね、ことが書かれているんですけども、最後、日本ハムの、社長兼オーナー代行の、コメント出ておりまして、一箇所だけ抜きますと、本日の12球団代表者会議にて謝罪とともに、公認野球規則の基準に合致するための2023年シーズンオフ以降の改修計画を FSE と協力して進めることなどを説明し、当球団がエスコンフィールド北海道で2023年シーズンを開幕することおよびその後の使用を認めていただきましたということで、まあいろいろね思うことはあるんですけども、まあ、12球団の代表者が、まあ、一応承認したということなのであんまりね、言いたくはないんですけども、まあこのような形で決まりました。まあ、開幕はねエスコンで迎えれるということなので、自分もね来年交流戦エスコン狙っているんでそこにはね影響はないということなので、まあ一つはね良かったかなというふうには思うんですけども、まあ、これでね1年やって問題なかったから来年2024年以降再来年の2024年以降もこのまま生かしてよってだだこね出したらまたちょっとめんどくさいかなというふうに思うんですけど、ね、まあ規則なんでね日本は古臭いわとかね他の球場でも、いびつなとこあるじゃないかとかいう声も上がってるんですけども、現状、決められている規則をやっぱり破ってしまったということはね、この規則がいい悪いは別として、まあこれ以上もそうですよね、これ以上もちょっとねまだ抜け目ある感じで、選手のね怪我防止のために作ったルールなのになんか違うところでルールが採用されてしまうという感じで、ルール自体がねまだ未熟なところもありますけども、現状ルールはこうやって決まっているんで、ここにはねちょっと従うべきだった、そして従ってなかった場合にはね、何らかの処置が必要かなというふうに思っているんですけども、まあ、12球団代表者会議でね決まったということなので、まあこれはこれ以上言っても仕方ないのかな。まあ、仮にじゃあトイレの数が少なかったよとか出入り口の数が少なかったよとか、もしくはもう耐震強度がね足りてなかったよとかだったら、こんなにねすんなりは言ってなかったなというふうに思うんで、ちょっとこのまま認めてしまって来年しっかりね回収するのかな、ちょっと分かりませんけども、ここはねまた見守りたいと思います。とりあえずね来年は今のスタイルで、開幕するということなので、まあ、そこはねしっかり受け入れて、楽しみたいなというふうに思います。まあ、素晴らしい球場であることは間違いないんでね、そこはそこで、楽しみたいというふうに思います。はい、また、最後まで、ご視聴ありがとうございました。皆さんのご意見もまたいただけると嬉しいですということで、本日も、ちょっと長くなってしまいましたねということで、阿部選手お疲れ様でした。やっちゃろうや。はい、失礼いたします。